こんにちは。しばらくなかった大阪維新の犯罪の報告です。吉田豊文大阪維新富山選挙区の衆院議員です。吉田豊文は7月の参院選で維新から立候補した上野小樽氏の支援にあたって現金1000万円を要求しました。吉田豊文は維新の党本部から離党勧告されました。現金を要求された上野ホタルですが、富山市議で、反ワクチンのホメオパシー活動をしており、やや日刊カルト新聞で、怪しい議員として紹介されてます。吉田豊文は、訴訟になれば吉村大阪知事に弁護を頼むと言っています。